念堂を確保し、トゥルーサンズの部隊を排除してくれ。トゥルーサンズがこの前哨基地を維持すれば、キャンパスの脅威になる。そこで何か動いた。いたぞ。記念堂内に他の敵を確認。南に移動してる。そことの間にゲートがあるけど閉ざされてるみたい。エージェント、ゲートを開ける方法を見つけろ。死ねるか。
敵はまだいる。ヘンリーの仲間に守らせている間に内部を調べてくれ。小さな博物館が近くにある。安全を確保してくれ。検知完璧だ。奴らのシステムをアイザックと同期してくれ。何か掴めるといいが。クソ、トゥルーサンズが記念堂を基地にした。その下にはセキュリティが厳重なエリアがある。アイザックはそこのデータにアクセスできない。注意しろ、何があるかわからないぞ。アルファ、ジャーニー、クソどもを殺せ。ブラボー、迫撃砲弾をトンネルの中へ運べ。聞いたか？どうでもいい。砲弾運びなんかで死にたかねえからな。 DC62 を検知。いいか、アイザックがその砲弾を化学兵器と識別した。トゥルーサンズの持ち出しを阻止したい。トンネルを塞ぐ方法を探せ。ニュースは見てるか、アントワン？ああ、見るに耐えん。親父は1975年にサイゴンにいた。こんな話をよくしてた。終わりの始まりだ。誰も認めないかな。生き抜く準備ができてないからだ。そのために俺たちがいる。そう信じる奴らは驚くことになる。
関わる気はないのか。関わるさ、守るべき部下がいる。だが他の連中は自力で何とかしてもらうしかない。アイザックが引っ張ってきた略図によれば、トンネルはコントロールセンターでロックできる。そうすればあの DC62 を詰めた砲弾は持ち出せない。嘘だろ。
れで奴らは砲弾を運べない。トンネルを塞いでいい気になってるのかバカ。お前らだって閉じ込められてんだ。ここでのたれ死にさせてやる。お見事。そのまま引き返してくれ。キャンパスのチームが記念堂の中で配置についてる。
君が阻止していなかったら、あの武器は我々に向けられ、ここもキャッスルと同じ運命をたどっていたろう。仲間になってくれて本当に良かった。ありがとう。今日我々はトゥルーサンズに大打撃を与えた。隠された大量の化学兵器を押収し、キャンパス付近の拠点を破壊した。多くの命を救った。誇りに思ってくれ。住んでる人にありがとうって言いたいからかな。なんで？あの人が法律を変えてくれたから、お父さんは今こうしてお前の顔を見ていられるんだ。ふーん、私もありがとうって言っていい？もちろん、きっと喜んでくれる。さあ行きましょう。待たせたら悪いわ。ねえ、ママもありがとうって言うの？ママに聞いて。ママ？そうね、でもパパのためにいろいろしてくれた人だから。そうなんだ、会いに行こう。敵を確認。生体信号危険領域。
近に敵コントロールポイントがあります。増援目的地に進行中。やった、乗り切ったぞ。電子機器を検知。解除。来てくれてありがとう。いてくれて本当に助かったよ。いいわね。今は大丈夫。
当のオルテガか。そうですさ、私の配置はホワイトハウスへ。君は SHD 配属になった。ディビジョンですか。独自の通信網があるのでは。彼らも損害を受けていて支援が必要だ。我々もな。それほど悪いとは。この程度で驚くな。めちゃくちゃになった隔離エリアを片付けなきゃならんし、大佐も捕まえなきゃならん。メンデス大統領は崩壊寸前の我が国をどうこうする以前にどの靴下を履くかも決められんようだしな。その間も街は大混乱だ。まあとはいえどうにかするしかない。そこのロレンセンに乗せてもらえ。行け。はい。標的は近いぞ、エージェント。近くに味方コントロールポイントを検知。する施設を検知しました。標的は近いぞ。武器を下ろしなさい。逮捕するわ、大佐。バカげてる。大佐のおかげでこの町は安定してるのよ。英雄を逮捕するっていう。こいつの命令で民間人が切り捨てられた。英雄じゃない、殺人者。大佐、命令を。それでいい。アントワン・リッジウェイ、55人の殺人の容疑で逮捕する。近いうちに開かれる軍法会議で有罪か無罪か判決が下される。彼の正しさは歴史が証明する。感染者が隔離エリアから逃げようとしたのよ。放置すれば2度目のアウトブレイクが起きてた。彼は人命を救ったのよ。リッチュ、それが弁明なら裁判は早く終わるわ。大佐は連れて行かせない。さっさと連れ出して。もっとす敵コントロールポイント。ナショナルモールから SHD テックキャッシュを回収しようとしたけど、ドローンがやられた。どうしても入手したいの。重度の外傷を検知。
ハイエナが奪ったに違いない。どうかな、死体が2体ある。市民軍に見えるけど。気をつけてエージェント、前方にハイエナがいる。エージェントが死亡。気をつけてエージェント、前方にハイエナがいる。
できることは何もない。先へ進んで。速やかな医療処置が必要です。
ディビジョンが。遺体を回収するチームを派遣しよう。ちゃんと埋葬してあげたい。ケルソ、割り込んで悪いけど、医療テントのそばで敵の動きがあったみたい。ハイエナの奴ら、SHD テックキャッシュに気づかなかったのね。頑張ってエージェント、激しくなるわよ。生体信号危険領域。弾入る。回収して戻ってくるぞ。Thank you.
対象を検知。ここは俺の町だ、エンジンと。キャッシュをホワイトハウスに持ち帰って装備を強化できる。敵が見えたぞ。近くに敵の護衛施設があります。
要請です。付近に敵が護衛する施設を検知しました。近くに敵の護衛施設があります。重武装の敵を検知。敵の増援を検知しました。優先アイテム検知。敵を検知。
キャンパスのプロジェクトを完成させる準備が整った。備品室へのアクセス解除。エージェント、たった今ニューヨークから緊急連絡があった。ディビジョンが襲撃を受けて応援を要請してる。ホワイトハウスのサウスローンに来て、ヘリが待機してる。すぐに出発する。じゃあな。あら、どうも。クラフトを手伝いたいけど在庫がないのよ。今度皮を作ってみよう。そんなに難しくないはず。
こんにちは、エマよ。作戦基地であなたの装備の検査や調整を任されてるの。楽しみにしてるわ。電子機器を検知。ここを持続させると。サヤインゲン、キュウリ、ピーマン、トマト、トウモロコシ。トウモロコシも？少しならね。トウモロコシは混作しても問題ないし。なるほどな。他には？ズッキーニ、ウリカやカボチャの種は全部植える。カボチャは冬じゃないのか？夏と冬のカボチャの違いは収穫するのが熟す前か後かってことだけよ。勉強になるな。ああ、メロンも忘れないで。忘れるわけないだろ。診療所は改善し続けてる。なかなかのものになった。少しでもいいから協力してくれると助かる。サプライドロップ検知。付近に味方戦闘員を検知。味方補給部隊検知。速やかな医療処置が必要です。今回はついてたな。携帯電子機器を検知。エージェントが仕事を持ち帰っていたようだ。文字通りな。手がかりがたくさん残されている。見かけたら礼を言っておけ。
頑張ってくれ、エージェント。あの保安官は出てった。どこへ？やるべき仕事のあるところだ。こと書かない場所。私たちついてるわ。うん。ネットワークがダウンした時終わりだと思ったけど、願ってもない助け。アウトキャストのブレインが。増援目的地に進行中。敵が接近中。リロードしないと。泣き尽くせ。政府に使えるクソ。残らず始末してやる。接近中。タイミングが悪いな。
エージェント、キャンパスで完成準備の整ったプロジェクトがあるぞ。備品室へのアクセス解除。奴らを倒したぞ。さあ帰ろう。お前が味方でよかった。俺たちだけじゃどうなってたか。敵補給部隊を検知しました。アウトキャストのブレインがポトマックイベントセンターの中にいるという情報が入った。アウトキャストのブレインがポトマックイベントセンターの中にいるという情報が入った。捕らえて尋問すれば奴らの計画を把握できるぞ。ケルソンが誘導する。お前はターゲットに向かえ。奴を捕らえるには逃げ道を全て塞がないといけない。付近に敵補給部隊を検知。切り抜けた。一息つこう。アウトキャストのブレインを確保するんだ。
私は正面入り口、あなたは北東のゲートへ。その2カ所を封鎖し、我々のチームが突入するまでターゲットを閉じ込めておけ。一体何だ。ここにいてくれ、調べてくる。正面の入り口は準備よし。エージェント、逃走ルートを遮断してくれ。南西にある奴らのボートを破壊するんだ。奴が戻れないよう入り口を見張っておく。これでブレインがいることは分かった。しない。苦しむがいい。苦してやる。
ドックに敵が大勢いる。ボートを守ってるみたい。出航命令を待ってるんだ。ブレインがボートに乗り込んでしまえば捕らえるのは不可能だぞ。どんどん進め、もう目の前だ。今度は何なの？用心しろ、罠かもしれない。目の前だ。間に合うといいが。奴らをボートに近づけるんだ。何としても止めろ。聞いて、ボートのあたりで動きがあるけど、ブレインがいる気配はないわ。付近に味方コントロールポイントあり。シ
に耐えやがる。キャストのブレインを確保するんだ。私は正面入り口、あなたは北東のゲートへ。その2カ所を封鎖し、我々のチームが突入するまでターゲットを閉じ込めておけ。一体なんだ。ここにいてくれ、調べてくる。正面の入り口は準備よし。エージェント、逃走ルートを遮断してくれ。南西にある奴らのボートを破壊するんだ。奴が戻れないよう入り口を見張っておくわ。こっちに。これでブレインがいることは分かった。
ドックに敵が大勢いる。ボートを守ってるみたい。出航命令を待ってるんだ。ブレインがボートに乗り込んでしまえば捕らえるのは不可能だぞ。どんどん進め、もう目の前だ。おしまいだぞ、エージェント。速やかな医療処置が必要です。びっくりしてやがんのか、エージェント。エージェント死亡。ドックに敵が大勢いる。ボートを守ってるみたい。出航命令を待ってるんだ。ブレインがボートに乗り込んでしまえば捕らえるのは不可能だぞ。どんどん進め、もう目の前だ。生体信号危険領域。
今だ。目の前だ。間に合うといいが。奴らをボートに近づけるな。何としても止めろ。聞いて、ボートのあたりで動きがあるけど、ブレインがいる気配はないわ。エージェント、敵がドックからそっちに近づいてってるわ。用心して。死ぬ覚悟はできてるか？エージェントダウン。ケルソン、ケルソン、クソ、エージェントケルソンが応答しない。クソ、ケルソン。 OK、 プランを少し変更する。ボートを潰され、ターゲットはまだ中にいるはずだ。決して奴を見逃すなよ。電子機器を検知。妻はどこへ？ルーズベルト島の隔離エリアです。だが病気なんかじゃない。感染症の兆候があります。なら俺たちも行く。ママ、大丈夫よ、エイミー。パパがいるでしょ。下がって、あなたは感染してない。何の権利があって？ここは自由の国だぞ。下がれと言ったろ。だったらなんだ？俺を撃つってのか？ジム、やめて。その通りだ。やけを起こすな。くたばりやがれ。おいで、エイミー。ママにはすぐ会えるから。携帯機器を検知。
はどうする？解放はできない。報復が求められてるし、こいつは JTF だ。分かってる。見せしめにするしかない。公に私にやれってことね。ああ、そういうことだ。みんなが頼りにしてるのはあんただからな。あんたが導きを与えてやれ。なら記憶に残る形にする。たやすいもんだ。やつらを殺して穴に投げ込んじまえ。ダメだ、いない。ケルソンなしでブレインを捕らえるのは困難だが、エージェント、あとはお前にかかっている。今日新たに16人捕まえた。この5日で合計34人。結構な食料が必要になる。食事は必要？与えないとまともに。奴らは敵陣を通り抜けてきた。皆殺しにしろ。死んだら敵が気づきそうな場所に死体を捨てとけばいい。怒りを買った反撃が激しくなる。恐怖を与えるためよ。私たちを恐れさせるの。恐怖は人を弱くする。確かにそうだよな。で、恐怖が撃てばいいんだよな。首を切り落とすんじゃなく。当たり前だろ。そこだ、急げ。
命中させたの見たか。これがアーマーの効果です。銃声か？援軍は送ってないぞ。ビル内を確認するんだ。まだ生きてるわよ。誰も心配しなくていいから。待て、今のケルソか。時計が壊れて通信できなかったの。私がバルコニー2階だ。援護して、それからコンサートホールへ向かう。ああ、よかった。ケルソは無事だったな。奴らに報復を。俺たちで使おうぜ。
奴らを近づけさせるな。何があってもコンサートホールには入れるな。電子機器を検知。食料が底をつきそうなの。毛布も全然足りてないし。そうか、大変だな。人が死んでるの。知ってるよ、クソが。この状況じゃ当然だ。あんたは食べ物をもらってるでしょ。それなりにな。どうせ私たちの食べ物も取ってるんでしょ。でたらめ言うな。誰がそんなことを。仕事を全うしてるだけだ。炎を検知。医療処置が必要です。俺たちに勝つと思ってるんだよ。だから殺す権利があるとでも。ああ、俺たち。
死亡。キャッチ。
着いて。こっちまで恥ずかしくなる。ヤツを捕らえた。なかなかいい仕事ぶりだったわ。力を合わせたからやり遂げられた。アウトキャストは混乱状態になるだろう。有益な情報も奴から引き出せる。ケルソなら奴に協力するよう説得できるはずだ。アウトキャスト。